菅生村は、軍区町村編成法以前より1956年4月1日まで存在した茨城県北相馬郡の村。現在の茨城県上層市南西部。北相馬郡西部、同郡の北端に位置した村である。旧北相馬郡の内絹川西岸に存在した3、村のうちの一つで、旧村域の西部には、菅生沼がある。現在の地名では、上層市菅生町。 大塚戸町に相当する。1954年3月時点では、北相馬郡の絹川西岸三村での合併案が出されていたが、同年6月17日には内森矢村、絹川東岸の小絹村との合併案に変更された。その後、さらに変更が加えられ、菅尾村は内森矢村と共に、三つ同士に編入される案が示された。しかし、菅尾村では、 森谷町は三津街道市より健全財政であること。森谷町は三津街道市よりも農村の色合いが強いことから健全な農村建設ができると考えることなどを挙げ、森谷町との合併を求める人が一定数おり、三津街道市との合併案が具体化していくにつれて、森谷町合併促進同盟が結成され、森谷町との合併を求める運動が起こった。最終的には、 先に編入された旧坂手村を含む北相馬郡の絹川西岸三村は絹西三河村と呼ばれて一体性を保持していたことや分離しなければいけないほどの理由が存在しないとして境界変更をすべきではないという結論が下され1956年4月1日に旧有機群を中心に構成されていた三つ会同士に編入された。また、 仮に三村が二つの市長に分離されたとしても、菅尾村では、組合立の絹西中学校へ通学させたいという希望が存在した。なお、現在では、旧北相馬郡のうち、絹川西岸三村にあたる地域は、県西地域、佐岸は、県南地域と、別々の地域に属する。一言出身者、ありがとうございます。